やりたいと思うんですけれども、まあ、それが追随できない。普通のニュース報道で発表されている建前としては、白坂慎太郎の経済ニュースの本質。はい、今回は日テレが NHK 同時配信に追随できない理由というテーマでやっていきたいと思います。でまず日テレのですね、今の理論上の株価と、実際この動画を撮ってる時点の株価というのから、やっていきたいと思うんですけれども、はい、実際今動画を撮ってるこの時点で、まあ、理論上の株価っていうのはその企業、今回で言えば日テレが出している本業の営業利益ですね、その営業利益から計算して求める株価です。で実際の株価っていうのはもう今チェックするだけの株価ということになるんですけれども、まあ、約半分の株価になっています。まあ、これはですね、この動画を撮っているこの時点で、まあ、コロナショックで、まあ、日本の株価っていうのが、まあ、全体的にすごくこう急落してるっていう影響もあるんですけれども、まあ、とはいえ実際理論上の株価に比べて投資家からの評価っていうのはかなり低い状態になってます。でその理由っていうのは数字上でいくと、まあ、本業の営業利益っていうのがこう減少傾向というところで、まあ、投資家からの評価が低いということなんですね。でそうした時にNHK ですね。NHK は公の機関なので、まあ、私たち投資家は、まあ、株を買うことができない、投資をすることができないんですけれども、まあ、NHK が同時配信を始めましたと。要するに NHK が、まあ、地上波でテレビ番組を流しているのと同時にネットでもその番組を流すようにしたということなんですよね。でこのネット配信に登録した人が、まあ、2日間で10万人になりましたとっていうことなんですよね。でこの、2020年の年内に、まあ、350万人を目標にしているとっていうことです。まあ、この350万人っていうのは NHK のこの地上波をの対象になっている3500万人の、まあ、10% の人が NHK で、まあ、ネットの方で見るというのを、まあ、NHK は取り組み始めたということなんですよね。まあ、人はそのテレビを見るのよりもスマートフォンで動画を見るという人がどんどん増えていて、今年は特に 5G の普及でさらにそういった人が増えていくと。実際去年の時点でですね、2019年の時点でテレビの広告とネットの広告で行った時にネット広告の方がついに日本でも金額が上回ったという流れがあるので、まあ、テレビはどんどん見なくなると、逆にスマートフォンで動画をどんどん見るようになるということで、まあ、NHK はその自分たちが流している番組をネットでもどんどんリアルタイムでこう流し始めたということなんですよね。じゃあそれを日テレっていうのは民放4つの大きな、キー局の中の今、現在最大手ということになりますけれども、まあ、日テレがやっぱり同じようなことですよね。例えば日テレで地上波をやって、で今やってる番組をネットでも同時配信するというのを、まあ、やりたいと思うんですけれども、まあ、それが追随できないということなんですよね。でそれはなぜなのかっていうことです。で発表されている建前ですよね。いわゆるこう普通のニュース報道で発表されている建前としては、地方局に配慮して、やってないというふうに発表してるんですね。要するに日テレ系列で、いろいろこうね、例えば鹿児島県のテレビ局とか熊本県のテレビ局とか青森県のテレビ局ってい こう日テレ系列の地方局っていうのがたくさんあるわけですよね。でそうした時に、まあ全国の放送と地方の放送が同じ放送をやる場合もあれば、地方だからこそやっている地方局独自の番組もやっていたりするわけです。でそうした時にもしこれを日テレがやってしまうと、本当だったら地方局のテレビを見る人たちが日テレのそのネット配信された同時配信されてるのをスマホで見るんじゃないかと。要するに同じ系列なのに地方局の視聴者をこっちで撮ってしまうと、まあ、それに配慮して、まあ、今のところやりませんっていうような、まあ、ニュースになってるんですよね。でこれが、まあ、私からすると建前なんじゃないかっていうふうに思ってるわけです。なぜかっていうと日テレはですね、実はあのネット配信の会社っていうのを一つこう買ってるんですよね。Hulu というあのネットでですね、まあ、24時間365日何らかの番組をやっているその Hulu というのを、まあ、日テレはもう買収して、まあ、実質こう持ってるわけなんですよ。だからもし地方局に配慮して、いやネット同時配信しないって言ってるんだったら、じゃあ Hulu は地方局のその視聴者をテレビではなくスマートフォンの方に取ってるんじゃないのっ
っていうことが引っかかるんですよね。ってなると、じゃあ本当の理由っていうのは何なのかっていうのを考えると、やっぱり収益性なんじゃないかということです。要するに、これだけの、仕組みシステムを整えてお金をすごくたくさんかけて投資した分が、その採算が合うのかっていうのに対して確信がないんだと思うんですよね。だからやってないというところが大きいと思います。 NHK がなぜやれるかっていうと、 NHK はスポンサー収入ではなく日本全国民からの受信料で、集めてるんですよね。だから7000億円とかすごい巨額の予算っていうのを、まあ、持っているわけです。だからすごいこう仕組みとかシステムを整える、っていうのに、まあ、お金を惜しみなく使えたわけなんですけど、まあ、日テレとか、ね、テレ朝とかフジテレビとか、ああいった企業っていうのは、まあ、民放の民間会社なので、なのでスポンサーから の、 その広告収益によって自分たちが使える予算って変わってしまうんですよね。でそうした時に、まあ、NHK ほど莫大なお金を使って同じ仕組みシステムっていうのは整えられないと。でそれをやった時に、本当にそれを投資しただけの収益っていうのをこっちのネット配信の方で上げることができるのかっていうことに対して多分確信がない。だから追随できないんだろうなというふうに考えています。はい、ということで、まあ、今回の投資家としての視点としては、まあ、とにかくニュース報道はニュース報道でしっかりと把握した上で、本当にそうなのかっていう視点を持った上で、でやっぱりこれでやれてないんだとか、逆に本当はこっちの理由でやれてないんじゃないかってい う、 こう建前と本音っていうのを常に同時で見ていく、そういう視点っていうのをやっぱり投資家としては持っていきたいなというふうに思っています。はい、今回の動画を最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。